ガマゴリ市で撮影され去年公開された映画続き、その続編となる新作シリーズの制作発表会見が今日行われました。今回はガマゴリ市に加え豊橋市、豊田市でも撮影が行われ、映画と同じく竹中直人さん、山田孝之さん、斎藤匠さんの3人が監督を務めます。撮影は本当に順調で、今日だけ雨でちょっと残念でしたが、もうガマゴリが自分の帰るべき場所になっちゃってる。 重いですね、この作品は5月に撮影地域で上映会を実施するほかご覧の方法で見ることができます。